ワイヤードミュージックフェスティバル2024のフロントバンパーに書かれたナンバーアンダーラインアイの名前が話題。ワイヤードミュージックフェスティバル2024チケット争奪戦。転売、譲渡情報も。行きたい人は必見。ワイヤードミュージックフェスティバル2024が開催間近となり、SNS 上でますます話題になっているのが、特に注目を集めているナンバーアンダーラインアイの存在だ。 彼らの名前が車のフロントバンパーに描かれていることが大きな衝撃を与え、多くのファンたちが興奮している。これは単なる名前の描写ではなく、ファンにとっては期待と憧れが膨らむ瞬間でもある。特に、愛知で開催されるこのイベントは多くの注目アーティストを集め、ヒップホップやラップの音楽シーンにおける大きな存在感を放っている。フェスを前に、SNS では、ナンバーアンダーライン愛をついに見られるかもしれない。 といった喜びの声があふれ、さらにチケットをめぐる動きも加熱している。実際にはチケットの転売や譲渡が行われており、行けなくなってしまったけど、誰かに譲りたい、どうしても行きたいから買いたいというやり取りが絶え間なく続いている。特に、先行チケットやゴールドパスを手に入れることができなかったファンは、なんとかして参加したいという強い気持ちを抱いており、イベントへの期待感は日に日に高まっている。ここで興味深いのは、 フェスそのものだけでなく、参加者同士が SNS を通じて一体感を形成していることだ。特に、フェスに向けての準備や服装、持ち物に対する細やかな心配事が多くの人々の共感を呼び、何を着ていけばいいのか、寒くなる時間帯はどうしようといった悩みが多く共有されている。こうしたやり取りは、単にフェスに参加するという行為以上に、その準備過程から楽しみが始まっていることを示している。 多くの参加者がこの準備段階から心を躍らせ、フェスの日を待ちわびているのだ。また、フェスだけでなくその周辺のイベントやアクティビティも注目されており、特にドリフトパフォーマンスや特別展示車両が大きな見どころとなっている。LB レーシング S15 シルビアの特別使用車や、バテカモバージョンのレーシングカーが展示されることは、音楽フェスだけでなく、車好きにも魅力的な要素を提供している。このように、 音楽だけでなく多様な楽しみが提供されるフェスは、参加者にとって単なる音楽体験を超えたものとなっている。ワイヤードミュージックフェスティバル2 0 2 4のテーマ、日本から世界へを掲げていることは、多くのファンやアーティストにとって特別な意味を持つ。特に、ナンバーアンダーライン愛のようなスペシャルゲストの存在は、国内外での注目度を高める役割を果たしており、彼らのパフォーマンスに対する期待感は非常に高まっている。 これまでに見たことのないようなパフォーマンスを目の当たりにするという期待感から、ファンたちは、ついにこの瞬間が来る、という高揚感を感じている。フェスそのものが一大イベントである一方で、その裏には多くの個人的なストーリーや思いが交錯している。例えば、SNS 上で、旦那さんに背中を押してもらってフェスに行くことを決意した、というエピソードや、家族で参加する計画を立てている人々の投稿も見られる。 これらの投稿から感じられるのは、フェスが単なる音楽イベントではなく、参加者にとっての特別な思い出を作る場であるということだ。音楽を通じて、家族や友人、パートナーとの絆が深まり、新たな体験が生まれる場所、それがワイヤードミュージックフェスティバルの真の魅力なのかもしれない。さらに、フェス参加者たちは SNS 上でのマナーにも非常に気を配っている。 特にアーティストに対する礼儀や配慮が強調されており、写真や動画は撮らず、SNS に投稿しないようにしようという呼びかけがなされている。こうした動きは、アーティストとの信頼関係を築き、より良い音楽体験を共有するための大切な一環であり、ファン同士の助け合い精神が感じられる部分でもある。このように、ワイヤードミュージックフェスティバル2 0 2 4は音楽だけでなく、 車のパフォーマンスや参加者同士のコミュニケーション、さらにはマナーや配慮といった多くの側面が組み合わさった、非常にユニークなイベントとなっている。特に、今回のフェスはナンバーアンダーライン愛の登場が大きな話題となり、多くの人々が彼らのパフォーマンスに対する期待を抱いている。イベント当日、どのような驚きや感動が待っているのか、ファンたちは心を躍らせながらその日を待ちわびている。 ワイヤードミュージックフェスティバルが示しているのは、単なる音楽イベントの枠を超えた、現代のエンターテインメント体験の新しい形である。特に、SNS を通じたファン同士のつながりや、フェスそのものを超えた多様なアクティビティは、イベントの魅力を一層高めている。そして、このフェスが多くの人々にとって特別な意味を持つのは、アーティストとファンが一体となり、新たな体験を共有する場であるからこそだろう。 ナンバーアンダーライン愛をはじめとする多くのアーティストのパフォーマンスは、参加者の心に深く刻まれる瞬間となるだろう。フェスは間もなく開催されるが、その前からすでにファンたちの期待や喜びがあふれている。準備段階からの興奮、家族や友人との計画、SNS でのやりとり、そして当日のパフォーマンス。それぞれが絡み合い、ワイヤードミュージックフェスティバル2024はまさに特別な一日となるに違いない。 そして、その中心にはナンバーアンダーラインアイがいる。ナンバーアンダーラインアイの登場は、まさにこのフェスのクライマックスとなる瞬間を予感させるものだ。彼らのパフォーマンスは、単なる音楽以上のものを提供するに違いない。なぜなら、彼らの存在自体が、ファンにとって一つの物語のようなものであり、長く待ちわびた再会のような感覚をもたらしているからだ。特に、 彼らの名前が車のフロントに描かれたことが SNS で爆発的な話題となったのは、ファンが彼らに対してどれだけ強い感情を抱いているかを象徴している。このフェスでナンバーアンダーライン愛を初めて生で見ることができるファンにとっては、まるで夢が叶う瞬間のように感じられるだろう。しかし、ここで興味深いのは、このような巨大な期待がかかる中で、フェス自体がどのように進化し、成長してきたかという点だ。 ワイヤードミュージックフェスティバルは2015年に日本から世界へというコンセプトを掲げてスタートしたがその後も国内外のアーティストを積極的に迎え入れることで国際的な影響力を持つイベントへと成長してきた特に今回はアメリカのラッパー NLE、チョッパーをはじめ国内外の多彩なラッパーや DJ が集結しているこの多様なラインアップはヒップホップやラップというジャンルを超え あらゆる音楽ファンに向けた強力なメッセージを発信している。ワイヤード・ミュージック・フェスティバルの成功は、その多様性と、参加者が一体となる体験型のイベントとしての魅力に支えられている。そして、その背景には、音楽そのものが人々をつなげる強力な力がある。フェスがただのエンターテインメントではなく、音楽と共に共有される感情や思いが、参加者同士を結びつける大切な要素となっているのだ。 特に、今回のようにナンバーアンダーラインアイのような特別なアーティストが参加することで、ファンは音楽だけでなく、彼らとの特別な絆を感じることができる。また、ワイヤードミュージックフェスティバル2024のもう一つの大きな特徴は、その場の空気やエネルギーが一体となってイベントを盛り上げている点だ。フェスでは音楽だけでなく、ドリフトパフォーマンスや特別展示車両など、視覚的な刺激も多く提供されている。 これは音楽が中心にある一方で、参加者全員が五感で楽しめるようなエンターテインメント体験を作り出している。例えば、LB レーシング S15 シルビアがドリフトを披露する瞬間は、会場全体が豪音とともに熱狂に包まれるだろう。こうした多彩なパフォーマンスは、フェスそのものをより立体的な体験へと進化させている。そして、何よりも重要なのは、 参加者一人一人がその場で感じる一瞬一瞬の体験だ。SNS 上でファンたちが、誰かと一緒に参加したい、初めてのフェス参戦に緊張している、と語る姿からも分かるように、ワイヤードミュージックフェスティバルは多くの人々にとって特別な意味を持っている。このフェスを通じて、新しい友達や仲間と出会うことができるかもしれないし、音楽を通じて自分自身を再発見することもあるだろう。音楽フェスという形式は、 単なるエンターテインメント以上のものを提供している。それは、日常を一時的に忘れ、音楽の中に没頭し、自分自身や他者との新たなつながりを感じることができる場所なのだ。最後に、このようなフェスに参加することで得られる体験は、一度きりの瞬間に過ぎないかもしれないが、その影響は長く続く。特に、ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが参加することで、 その日の出来事は一生の思い出として心に刻まれることだろう。彼らの音楽がどれだけの人々に影響を与え、どれだけの感動を呼び起こすのか、その答えはフェスが終わった後も SNS や参加者同士の会話を通じて広がっていくに違いない。音楽の力は無限大であり、それが人々の心に与える影響は計り知れないものだ。ワイアードミュージックフェスティバル2 0 2 4は、そのすべてが一体となったイベントとして、 参加者にとって忘れられない一日を提供するだろう。そして、その中心には音楽とともに成長し続けるナンバーアンダーライン愛の存在がある。彼らのパフォーマンスを目の当たりにすることで、参加者たちは新たな音楽の扉を開き、自分自身の感情や思いと向き合う機会を得ることになる。そして、その一瞬一瞬が、これからの音楽体験をより豊かで深いものにしていくに違いない。